ではお願いします。うん、ね、まあ、はい、まあ僕とのカウンセリングではその時間を管理するとか、まあ、自分の言葉を管理する自分自身でね、はいはい、僕がじゃないよ、あなたは人に管理されてきた人生を歩んできたんで、僕とのカウンセリングでは、あなたが自分の自由意志を使って自分自身をその何ていうか自分に優しく管理するということの、まあ、トレーニングもしてるんで、はい、まあ、あの時間ですって言って話の途中でその終わらせるということは、はい、あのできてるなって思うよね。はい、うん、あの特に今できてるなっていうのはこれは評価なんよね。これ評価っていうのはあの、まあ、できるだけ自分ではしないでね。はい、うん、わかる。うん、わかります。あの褒めると評価は違うのよ、うん、はい、褒めるっていうのは僕の中ではもう存在でもう OK なんよ、うん、はいはい、だから自分が今生きてるっていうだけで自分を褒めるべきだと僕は思うの、静香ちゃんは。はい、そして中身に関しては評価だから、それは自分ではしない方がいいと思うね。はい、僕あの自己評価っていう言葉っていうのはあれは自己評価が低いんじゃなくって、自己評価をする人はその正常な正当な評価ができないから絶対おかしくなるよね。自己評価が高すぎたり低すぎたり、そもそもあの自分で自分を評価するなんていうその冷たい行動を取るっていうことはありえないよね。もう生きている、今日朝起きて目が覚めただけで、いやもうこれ大げさでも何でもなくってすごいことじゃん、はい、で起き上がったんだよね、うん、自分の意思でね、うん、それってすごいのよ、うんうん、これはね、あの何て言うかな、こう些細なことに感謝するとかいうその自己啓発とかの本とか道徳の本に書いてることとは全く違うよ。はい、わかるよね。はい、僕は褒めるというのは、うん、あのそれは堅苦しくあのがっちりときっちりと決めてるわけじゃないけど、うん、まあ、人から聞かれたら、うん、まあ、褒めるって何ですかって言ったら、うん、人を褒めるって何ですかって聞かれるじゃない、うん、大体ね、はい、まあ、車とか物も褒めるんだけど、うん、人を褒めるって何ですかって聞かれたら、うん、はい、その人の存在に感謝、わかるよね。はい、僕は褒めるっていうのが言葉が分かりにくいなって思うね、褒めるっていうのは感謝っていう言葉で言い換えたらいいんじゃないかな。これ国語辞典とは違うんだよ、はい、類義語辞典とは違うんだよ。僕が自分がその行動まで落とし込む中で、うん、その別の言葉じゃないと分かりにくいなと思ったんで、まあ、褒めるっていうのは感謝ってしたら間違わないなって思ったんよね、はい、そして評価っていうのは教えるっていうふうにすれば、あの人の欠点の荒探しにあの没頭するっていうこともなくなるなって思ったんで、うん、だからまあもし静香ちゃんがその、まあ、評価ということで、まあ、そもそも苦しんでるみたいなんで、あの評価は教えるということで、まあいいんじゃないかなって思うよね、はい、うん、自己評価に関してはよ、はい、うん、それと他者評価に関しても、うん、その例えば父親のことを評価しなきゃいけないのよ、うん、あなたは、はいはい、ということは父親のことをあなたはまず自分自身に教えなきゃいけないのよ、うん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 、この人はどういう人の可能性があるということを、うんうんうん、それがあの今日の一部二部で話したことなんよね、はい、うん、これは真実とは違うよ、うん、だけど当てずっぽではないよ、うん、だってあの普通に考えて、うん、もう本当に大げさでなくもう目の前で死にかけてる人間がいるわけね、そこに、うんうん、これって事実なわけじゃない、うんうん、そもそもまず病院に無理やり連れて行かないっていうのはどういうことなのかっていうことを自分で考えなきゃいけない、うんうん、旅行の方にあの心を動かしたらダメよ、はい、目の前に死にかけてる人間がいるのに、うん、
いやこれ家族でも他人でも変わらないよね、うん、病院連れて行くとかその救急車呼ぶとか、うん、そういうことをしない人間っていうのはどういう人間なのかっていうこと、うん、行かない行かないって言い張ってても、うん、もうほとんど気を失ってて言えなくっても一緒じゃない、はい、そうだよ。だって見た目で人間であれば、はい、あの正常な脳と心の一般的な状態であれば、うん、多分その時のあなたの状態っていうのは、はい、その命の危険というものを限りなく感じる、うん、その見た目だったと思うのよ、うんうん、その状態の人間を病院に無理やり連れて行かない人間っていうのはどういう人なの一体、うん、っていうことを自分でまず考えなきゃいけない、はい、一番目に、はい、そしてその次に、うん、その人間を旅行に連れ出す、うんうん、連れて行ってくれるじゃないで、うん、だってその前の段階があるから連れて行ってくれるという日本語はおかしいよね、はい、連れて行くという日本語もおかしいよね、うん、だって死にかけてる人間を救急車呼ばない病院に連れて行かないという時系列の流れがその瞬間にある中で、うん、あの旅行に行くは日本語としておかしいでしょ、はい、僕は正しい日本語としては、うん、旅行に連れ出すというのが正しいんだと思う。そのシーンではわかるよね、はい、僕がちゃんとできるだけ僕が思ってることと合ってる言葉を使ってあの第2部とかで喋ってたんだけど、うん、静香ちゃんの顔の表情筋見てると、うん、あのほとんど動いてないよね、うん、その言葉に反応できてない、うんうん、病院に連れて行かなかったのはなぜなの、何のために旅行に連れ出したのか、これあなた考えなきゃいけないことだよ、うん、そして危険だから、これ僕以外の人と話しちゃいけない、はい、言ってることわかる、はい、うん、であなたあの僕以外の人っていうのはあのあなたの父親と、うん、あの話せる環境にある人、うんうんうん、あの母親だから妹だからって言って、うん、はい、例えば姪っ子だからとか言って、うん、将来とかでもね、はい、甥っ子だからと言って油断して話してると、うん、何気にあの父親に伝わるっていう可能性もあるわけだから、はい、やっぱりそれは危険だよ、はい、で自分の中でね自問自答しなきゃいけないね、うん、なぜあの時、うんうん、父親は、うん、まあ、決定権を持ってるのがあなたのお家の場合でも、まあ、どこのお家の場合でもまあ多いのかな、はい、父親の決定権っていうのが大きいわけなんで、うん、なぜ病院に連れて行かなかったのか、うん、あなた自問自答しなきゃいけない、はい、そして何のために、うん、最初はなぜやって、はい、ね、そして次が何のために旅行に連れ出したのか、あなたは自問自答しなきゃいけない、そして自分の答えが、まあ、今後、うん、あの変化していくはずなんよ、その時によって変わっていく、うん、もしあなたがあの日々被害を受けているということをもし忘れてしまうということに困ってるんであれば、その自問自答する作業を毎日する必要があるよね、はい、うん、でも、まあ、例えばその作業を毎日した時に、うんうん、そのトラウマでちょっと体調が悪くなったりとかいうことがあれば、もちろん一時的にやめて僕に相談するっていうことね、はい、うん、あの今までその、まあ、約1年ぐらい本格的にその毒親からの被害ということのカウンセリングをしてて、録音もしてて、YouTube 配信もしてて、はい、
ね、その状況の中でまだ今ね、あの1年以上経った今、その、まあ、例えばこうちょっとこう怪我とかして家にいなきゃいけないような状況で、ちょっといつもと違う状況が起きた時に、全く自分がその過去も今も、そして多分未来もその被害を受けるね、受けたということを認知できないんであれば、何らかの方法であなたは認知しないといけないと思うんだよね。はい、僕は、まああんまりいい方法ではないけどなとか思いながら、副作用がちょっと大きいなと思いながら、でもここまで認知、家に帰ってしまったらそのできないっていう状況なんであれば、やっぱりさっきの2つの自問自答、なぜ病院に連れて行かなかったのか、何のために旅行に連れ出したのか、それを自問自答していく作業っていうのが、やっぱり朝目が覚めた時、はい、必要なんじゃないかな。これ夜寝る前にしないでほしいね、はい、朝目が覚めた時にしてほしいね、夜は絶対しないで。わかりました。夜すると寝てる間に考えるんよ、うんうんうん、わかる。朝だったら、はい、まあ基本的には意識が優位になってるんで、無意識が優位になることはないんで、はい、今の自問自答、まあ、自分への質問を、夜にすると、その潜在意識がずっと動くということになって、かなりこう精神状態的に良くないんでね、はい、朝、でまあ朝やった結果、どうだったのかっていうことは、まあ僕にこう相談してもらったらいいのかなって思うんだけど、はい、今、はい、まあこれカウンセリングも今40分ぐらいしてるんだけど、めいっこちゃんのこととか、そういうことってほとんど気になってないんじゃないの。で、あなたが自分がそのできたことできなかったこと、その自分いじめのこととか、なんか気になる？なってないです、ね、だから、多分あなたは、その事実から目をそらすために、他の作業を一生懸命する、それはしんどいね、はい、どうせしんどいんやったら、自分の人生、自分の過去っていうのを、ちゃんとその自問自答する、トレーニングをした方がいいんじゃないかなって思うんで、多分その作業をやってたらね、自分ができてるかできてないかとかね、メイクは大丈夫かとか、どうとかこうとかね、そういうのって多分心がそんなに必要以上には向かないと思うわ、そしてその作業を続けて自分を、自分に優しく自分を癒すことができるようになれば、そこで初めて自分の姪っ子大丈夫かな、甥っ子大丈夫かな、妹大丈夫かな、ね、母親大丈夫かなっていうことが思えるんだと思う。今僕が大丈夫かな大丈夫かなって言った人の中に父親がいないっていうことは絶対に忘れないようにしてくださいね。はい、分かるよね、あなた順番が逆だよね、人に優しくするということを一生懸命しようとしてるから、結局結果的に自分に冷たいっていう形になってしまってるだけで、そんなことある意味どうでもいいんで、はい、自分に優しくすることから、やればいいということじゃないのかなって思うんで、はい、で今日は延長してくれたんで、僕静香さんにちょっとね、教えたいことがあって、ちょうど15分ぐらいで喋れるんで、最後のこの15分、あなたの願いを叶えるために、どうしても必要なこと、これいい話なんで、最後にはこういう重い話の
あとには第4部としていい話、ね、しようかなと思うんで、第3部はここで終わりましょう。はい、ありがとうございました。は